広島ドリミネーション2014はおとぎの国をコンセプトに、およそ140万球の光で平和大通りや市内中心部を彩ります。ご覧ください、冬の広島の冬の風物詩、広島ドリミネーションが始まりました。こうやって街を歩いてみるのも楽しいですが、新しい楽しみ方が今回始まりました。メイプルスカイは今年4月19日から運行が始まった2階建てのオープンバスです。2階建てオープンバスの高い視点から広島の冬の風物詩である広島ドリミネーションをご覧いただけます。人の影がくっきり黒く見えるのが本当に印象的です。それほど明るいんですよね。はい、バスがゆっくり通っていきます。あ、馬車があります。わ、あの馬車も乗れるんですね。あ、乗ってる人たち、今から記念写真でしょうか。あ、まさにおとぎの国です。広島ドリミネーションを2階建てオープンバスの高い視点から楽しめるメイプルスカイの臨時便の運行日はご覧の通りです。メイプルスカイの初日、ドリミネーションを眺めながらここ広島バスセンターで降りられたお客様です。ちょっと感想を伺ってみましょう。いかがでしたか。楽しい旅でした。小旅行ですがね、広島に住んではいますが、こういうバスで乗って上から見るのは初めてなので、まあ、また広島街を改めて見直しました。はい、今日は非常に綺麗な旅でした。普段昼間いつも見慣れて歩き慣れている街、それを夜のね、明るい光の中、高い位置から見てみるというのは本当にまた違ったこの街が見えるんですね。光あふれる、活気あふれる街、堪能しました。完全武装できたんですけど、思ったより快適でした。視点が高かったせいかですね、なんかまだ空飛んでるようなふわふわした感覚があって、降りてきたらドリミネーションでなんか星の中を歩いてたような不思議な感覚を味わえました。メイプルスカイということで、屋根がないバスなので本当に上から下まで本当に夜景やドリミネーションが見れて、非常に楽しく過ごすことができました。とても良かったです。メイプルスカイ広島ドリミネーション臨時便は来年1月3日土曜日まで期間限定で運行されます。広島ドリミネーション2014はおとぎの国をコンセプトに、およそ140万球の光で平和大通りや市内中心部を彩ります。ご覧ください、冬の広島の冬の風物詩、広島ドリミネーションが始まりました。こうやって街を歩いてみるのも楽しいですが、新しい楽しみ方が今回始まりました。メイプルスカイは今年4月19日から運行が始まった2階建てのオープンバスです。2階建てオープンバスの高い視点から広島の冬の風物詩である広島ドリミネーションをご覧いただけます。人の影がくっきり黒く見えるのが本当に印象的です。それほど明るいんですよね。はい、バスがゆっくり通っていきます。あ、馬車があります。わ、あの馬車も乗れるんですね。あ、乗ってる人たち、今から記念写真でしょうか。あ、まさにおとぎの国です。広島ドリミネーションを2階建てオープンバスの高い視点から楽しめるメイプルスカイの臨時便の運行日はご覧の通りです。
メープルスカイの初日、ドリミネーションを眺めながらここ広島バスセンターで降りられたお客様です。ちょっと感想を伺ってみましょう。いかがでしたか？楽しい旅でした。小旅行ですがね、広島に住んではいますが、こういうバスで乗って上から見るのは初めてなので、まあ、また広島町を改めて見直しました、はい、今日は非常に綺麗な旅でした。普段昼間いつも見慣れて歩き慣れている街、それを夜の、ね、明るい光の中、高い位置から見てみるというのは本当にまた違ったこの街が見えるんですね。光あふれる、活気あふれる街、堪能しました。完全武装できたんですけど、思ったより快適でした。視点が高かったせいかですね、なんかまだ空飛んでるようなふわふわした感覚があって、降りてきたらドリミネーションでなんか星の中を歩いてたような不思議な感覚を味わえました。メイプルスカイということで、屋根がないバスなので本当に上から下まで本当に夜景やドリミネーションが見れて、非常に楽しく過ごすことができました。とても良かったです。メイプルスカイ広島ドリミネーション臨時便は来年1月3日土曜日まで期間限定で運行されます。